チャンネルらララをご覧の皆さんこんばんは内藤洋介の世界を読む、えー、今日はですねまた久しぶりにあのメジャーな国を扱われるということではいやあのまあメジャーな国というよりもあのー、まあ NATO のね はい、フィンランドとスウェーデンがあの NATO 加盟をするのしないのって話があった時に、ねまあ、トルコがまあ難色を示していましたと、はい、ところが急転直下6月28日の時点でその反対を取り下げて、うんまあ、ほぼあのフィンランドとスウェーデンが加盟することが決まったよねと、はい、いうふうなことなんですけども。うん でまあ、あのこれをどう考えるかということなんですがいろんな見方考え方があると思うんですけれども、うん、結論から言っちゃうと今回の,の NATO 加盟問題で、うん、最大の,その受益者はこれはトルコだという、はい、あエルドアンが上手かったっていうエルドアンがもう,もうエルドアンの一人勝ちというふうに言っていいと思います、うん、で,ですからこれの焦点は実はその N o あのフィンランドでもスウェーデンでも何でもなくて、はい、トルコがこれで一、まあ、人得を、うん、したと。 はい、もう唯一投稿したのはこれだと、はい、であと同時に逆にこれによってまあロシアが相当まあ窮地に追い詰められたよねということでもあるんですが、はい、まあちょっとロシアの話はあのーまあ、いろんな人がいろんなところにするでしょうから、はい、まあちょっとトルコにフォーカスあってみたもともと、ねうん、スウェーデンとフィンランドというものが今回どういう形で、うんあのー、妥協が成立したかというとですね、はい、まず安全保障上の問題でトルコに全面支援を約束したと。うんはい でそれからもう一つがです、ね、これがポイントなんですがトルコがテロ組織と見なしているクルド人勢力を支援しないから、うんうん、トルコ人活動家の身柄引き出し手続きも進めると、はい、でそういう条項、まあ、があった覚書をこれ結んだわけですね。これはトルコ的にはすごく嬉しいうよりも逆に言うと、はい、トルコはこれを求めてたわけです、うん、つまりトルコがもともとスウェーデンとフィンランドの加盟に難色を示してたというのが二つあるんですよ。一、はい、つはあのー、スウェーデン特に フィンランドスウェーデンのうち特にその重要なのはスウェーデンなんですけども、はい、スウェーデンがクルド人のテロリストをかくまっている、まあ、テロリストというのはトル,、はい、トルコの認定です、まあ、トある、まあト,はい、トルコ視点で話をするのでそれを割り引いて聞いてほしいんですが、はい、トルコの視点でいうとテロリストをかくまっているじゃないかと、はい、これが1点、はい、1> からもう1つは2019年に実はあのシリアの内戦にトルコがです、ね、あの越境攻撃をやったと。うんうん でこれが非人道的だってで特にそのクルド人地域に、はい、弾く抗議をやったと、はい、これが非人道的だと言って武器金融などのそのせ経済制裁を行ってると。あスウェーデンがですか？スウェーデンです。はい。なるほど。でそういうですね制裁をやってるスウェーデンフィンランドがやってる。はい。でこれは二つ納得できないよねっていうのがトルコの言い分。うん。まあ NATO に入ってくるんだったらなんで武器の制裁するんだって話。そう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 ,そう,そうはい。でこれのうちのまずだからこれが両方とも外れたということです。はい。 だからクルド人活動家の身柄引き渡し手続きも進めると安全保障の,面あの問題で全面支援を約束するっていうのも武器もちゃんと渡しますと、はい、いうことなんですね。うん、でそれで、ね、実は あのトルコの人権問題特にクルド人の問題というのについては、ええ、これはまあ、あのー、いわゆるトルコに住んでるトルコ在住のクルド系の人たちとうもトルコ社会と折り合いをつけて、ええ、エルドアンとうまくやっていこうという人もいる反面、ええ、いわゆるあのトルコから分離独立するあるいはトルコの現体制に対して、ええ、あの反旗を翻すというふうな過激派まで非常にレンジが広いんですけれども、ええ、国会議員なんかもクルド人いるんでね、ええ、全部が全部クルド人がトルコに敵対的とは言えないんだけれども、ええ、でただそういった反体制的なクルド人 に対しては非常にそのまああの弾圧が強かったと、はい、でそれがやはりそのバイデンとそのまあバイデンの幕クにいた民主党の,そのリベラル系の人たちがトルコの人権状況は悲惨であると言ってたそれ、うん、からもう一つトルコという国はこれ現在でもあのアタティルクに対してですねケマラアタティルクに対して批判的なことを公の場で言うことはこれ禁止されてるという不敬罪があるんですよ。はいはい、でこれががあって人権がそのいわゆる西側の 価値観を共有する人権を尊重する国ではないというレーティングがされていてバイデンの民主主義サミットには呼んでないですね呼んでないですだから呼ばれてないです、はい、で呼ばれてないどころかそれで超党派のですね54人の人権あ上院議員がですね、はい、トルコの人権状況を改善させるためにもっと努力しろというふうにです、ね、バイデンの尻たたいてるんですよ。それも全部ひっくり返したと、うん 要するに、はい、スウェーデンとフィンランドを入れるのに反対しないから、はい、それも全部事実を、うん、バイデンがエルドアンにありがとうみたいなこと言ってましたよねそうですね。だからそれで29日マドリードで NATO の首脳会談に合わせて、はい、会議に合わせてエルドアンとバイデンがあって、うん、いやフィンランドとスウェーデンを、ね、巡る事態を収拾してくれ特に感謝したいと。はいはい でその言葉だけじゃなくて、うん、あのオランダ国,時間国防次官補がですね、うん、これがあの国際安全保障問題担当ですけれども、うん、結局 F16 の新規購入と既存の F16 の近代化の開始を全面的に支援すると武器も全部渡しますと、はい、いうふうに言っているわけですなるほどで。なおかつこのエルドアンというのがこれを見越してですね、うん、あのずっと実は結局スウェーデンもフィンランドも俺の言うことを聞かざるを得ないだろうと。つまりはい 今 nato に入らなければ、ロシアが何やってくるかわかんないよね。という恐怖の中で彼は生きてますから、はいはい、完全にその足元を見切ってるわけです。うん、で、そこでそのクルド人の問題もさることながら、うん、あのシリアへの越境攻撃で、これは制裁対象になってたんですけど、うん、これをもう一回やるっ,つって言うんですよ、うん。あ、そこまでそう。そこまで言ってる。6月初めには、あの実はエルドアンがその与党のとりま議員の会合で、はい、もうテロリストの地域は一掃するからと。はい 5月ぐらいからずっと言ってるんですけどもそれを盛んに言っていて、うん、今回いよいよ NATO の,その、はい、お墨付きといいますか、はい、やめろという制裁が外れたことによって、はい、もういつでもできますわと、うんうん、だから近くシリアでの越境攻撃を再開する可能性が言われているというやっぱヨーロッパ人が言ってる人権とか信用できないですねそういういことです。だからもう完全にトルコは今まで足かせになったものを全部これで外したんです、うんうんうん その代わりでそれで外しただけじゃなくて、うん、フィンランドスウェーデン反対しないよというだけで、はいはい、いやもうバイデンが靴舐めてありがとう、うん、ありがとうってっいう状態なんですね、うん、で結局そのトルコので、えー、結局その影響攻撃というのも実は、うん。 でこのトルコが一挙攻撃した相手というのはこれは PYD クルド民主統一党という政党なんですけれども、うん、これは PKK クルドタン労働者党というのが、はい、これが、まあ、あの合法路線と非合法路線があるんですけども、うん、これの武装組織についてはテロ組織と認定されてるわけです、うん、そうなんですね、はい、でそれの姉妹組織でしょ PYD はと、はいはい、だからこれを攻撃したんだからわれわれは普通の警察行動ですよというのがトルコの主張これが本当かどうかは別としてですよ、はい、トルコはそう言ってる、まあ、トルコの主張ですね、うん、はい でそれで、ね、結局、そこでこういうことで全部それも OK になった、うん、で結局、エルドアンは何と言ったかというとそのスウェーデンとフィンランドが NATO に入りたいと言ってきた時に最初からそこを解除させるということを睨んでますから、うん、あの5月16日の時点で記者会見は何と言ったかというとです、ねうん、スウェーデンをです、ね、テロ組織の擁乱の中心地だと。<laughs> まあ育成しててるってことですよねテロ組織をそのスウェーデン育成してるじゃないかと。はい とといううふなこ言ってる。で、そして結局スウェーデンにはこの PKK とですねクルドクルド人ロード・アシ党と結びつきがあるそういうクルド系の国会議員がいるじゃないかとで、クルド系のそういう活動家これが人権活動家左派の民主活動家というふうにスウェーデンなんかで今までした人たちなんですがエルドアンから見るとテロリストとその支援者ですね立場の違いがありますよねでそれが国会に呼ばれてるとこんなのはとんでもない話だと許し難いというふうなことをむちゃくちゃ言ってたんです でじゃあなんで,でそこでちょっと背景的な話になるんですけれども、うん、なんでスウェーデンにそんだけクルド人、はい、スウェーデンがクルドにコミットしてるのかという話がこれは疑問になると思うんですよ。はい、で実はこれはあの背景がいろいろありましてで実はですねヨーロッパにはそのクルド人ディアスパラというのがそれなりにあるんですね。うん、でクルド人というのはこれはまあよく知られているようにあのトルコイラクイランシリア、はい そういった、まあ、あのいわゆるその中東世界と言われている国々にまたがって国境をまたがって接している最大の国のない最大の民族だと言われているんですが、はいはい、その中でやっぱり一番人口が多いのはトルコなんですよ、うん、でところがですねトルコという国がこれが1923年に現在のトルコ共和国というのができた時にここで相当いろんなそのレジームチェンジをやったんですね、はいはい、トルコ共和国というのは実は結構いろいろな複雑な問題があって、うん、これはトルコ人の国だと。はい いうふうふに歌ってるわけです、うんで。ところがそのトルコ人って何ってて何いう話になるわけです、うん、でそれが例えばトルコ語だったりなんとかって言ってみればこの人工的にトルコ人っていうのを作ったんですよいわば。なるほど。はい。でいわゆる今我々はアナトリア半島とその畑側のイスタンブールをこれをトルコの領土というふうに認識してますけれども、うん、歴史的に見るとトルコ人トルコ系の人と言われるティルク系の人が住んでるところっていうのは中央アアジアですからね。そうですよねはい。 的な分布もそうなっトルクメニスタンという大体、はい、トルクメニスタンというのはトルコ人の国でいうんですか、ね。はい、<laughs> だからあのエリアの人たちが、はい、あそこら辺から出てきたオスマン帝国が急激に拡大してイスタンブルを首都にしたと、はいはい、かつてキリスト教徒が都にしていたコンスタンティノプルを占領してイスタンブルに変えてそこから発生してアナトリアがその一来中心地になったというだけであってそういう意味でいうとトルコ民族にとって縁もゆかりもない ね、古いところで言えばそうなんですよ、はい、でもちろんそのオスマン帝国の時代にそこにトルコ系の人増えたんだけど、はい、でそれを荒ラブ地域をい切り捨てて、はい、でアナトリアとイスタンブールに限定した形でトルコという新しい枠組みを作ったんですよ、うん、国民国家をだから創設したっていう、ね、ゼロからまあ言ってみればほ,、はい、ほぼゼロから作っちゃう、はい、国民国家というでその国民国家のフィクションというか、はい、建て前としてトルコ人の国だっていうだけです、はい そのトルコ人とは何かっていう時にその時にいわゆる我々が言っているトルコ人の中に彼らはクルド人もトルコ人の亜種だという言い方したんです。ういう意識だったんですね。だからクルド人というのはいやクルド人というのは言ってみれば日本人の中の関西人とか九州人みたいなもんでそれはトルコ人でしょうと。東東京京のの人人から見見そうう。えるいだから関西の人から見れば東北人でも何でもいいですけれども。 亜種、はい、であってそんなものを取るんですよ、はい、だからプーチンがウクライナなんてそんな国はないっていうと同じ感覚ですよ、うんうんまあ、だから東国の人ですよねとか西国の人ですよねみたいなそういうノリでしようとしたんただ実際にそれが実態としてそのレベルでその吸収できる際なのかっていうとやっぱりこれ全然違うわけですよね、ええ、クルドウ系の人って。うん でそれをだけどそれをトルコ人の国としてトル再生する、うん、国民国家を作るということ以上に、はい、そうするとどうするかというとクルド人がクルド人ですということで言いづらい環境をずっと作ってきたわけですだからクルド人というそう,そういうところであえてクルド人だということは、うん、これは差別の対象になるし、はい、あるいは同化政策がものすごいやったわけです例えばクルド語を公式な場では使ってはいけないと、うん、で実はトルコの言語政策っていうのはトルコ共和国の言語政策、はい、結構きつくって。 例えば、オスマン帝国の時代は、アラビア文字を使ってたんですけれども、はい、イスラムのあとか。はい、そのアラビア文字ってのは公約の場で禁止するわけですよ、うんで。禁止して、例えば、これ変な人、僕の専門の話になってくると。はい、切手なんかでですね、確かあの、はい、交通事故のその防止のキャンペーンかなんかで。車がその事故でひっくり返ってきているんですよ。はい、そのナンバープレートの文字が、たまたまなんかその絵をそのままやったの。あのー、ナンバープレートの文字が、アラビア文字風の数字になったというんで、はい、それ回収。はい そうこまでそこまでそこまで徹底して世俗化をするということをやったんですだから当然アラビア文字でさえダメなんだからクルド語なんて絶対駄目出版放送そんなもの許さないとそから地名もクルド語地名はトルコ語地名に変えるとから実際書物を募集したり噴章するというトルコ化をかなりやったわけです紛章工事みたいなあ穴に埋めたかどうか皆さにね噴はしたわけですよはいでそれで 結局それが1980年代の軍事制限の時代にかなりきついことをやったんです、うん、でこれに対して欧州諸国はトルコは EU に入りたいとかなんとかつってても結局やっぱりその建制する意味もあって、うんはい、クルド人の民族意識を尊重すると、うん、でそれで欧州各地にクルド人コミュニティが形成されていくのをこれどちらかというと容認してたという面がある、はい、容認されてたのは何でかっていうと実は1950年代以降いわゆるその西ヨーロッパがあの経済成長するというふうな過程で ガストアルバイ入れたでしょ要するにゲストという形で短期滞在で例えば2年か3年いたら労働して帰ってねという形の期間校みたいな形でたでその人たちがガストアルバイターがガストのゲストですけれどもそれが定着してってっていうような形になっていくんですけれどもなかなか期間が終わっても帰れないだって結婚して子供もできちゃったし子供は例えばドイツ語はドイツ語しかできないしっていう形でそれが徐々に問題化していくんですけれどもただ 初期の段階ではいわゆるそのヨーロッパ人の認識ではそのトルコ人なんですけれども実はこのトルコ人の枠組みがトルコから来た人という意味でトルコ人なんですが、はい、その中にかなりクルド人が入っているんですよ。 これが特にそのそういった人たちがまず入ってきてるんで定着、まあ、す迫害されてればまあそうなりますよね。迫害されてればそうなるし、出稼ぎ来そう、はい、出稼ぎ人たちの中にかなり来る時が入ってたと、はい。はい。でさらに1970年代以降になってくると主に左派系の政治難民が北欧に入ってくるんですね。うん。で特にそのスウェーデンなんかがいわゆるそのリベラル系な形で、うん、あの政治難民を入れるみたいなことをやってた時代ですから。はい。 トルコで右派と左派の,その非常にその政変なんかがあって政局が安定しない社会が治安が悪化するとそうするとそこで逃げてきた人あるいは1908年の軍事クーデターなんかで活動家民主活動家みたいな人が逃げてくるとそれを積極的に受け入れたんです。はい、なるほど そうするとどうなるかというとスウェーデンにですね行ってみればガストアルバイトで来た人たちっていうのはまああんまり教育がなくてもとにかくトルコにいても将来がないからとにかく身一つ行くかあるいは中学出たらもう高校行ってもしょうがないし行くかみたいな形でいわゆる教育も学歴も特にない専門職もないただ肉体労働行ったという人が50年代だったんですけど70年代で政治難民受けれるっていうとってはどこの国でもそうですけれども反体制派で活動するような人たちでまあインテリなわけですよ。 少なくとも何も考えてない脳みそ筋肉の人はやららないでですすかねねそう暴力的にさ気に入らないやぶん殴ることあったとしても政治的に民主化を求めるみたいなことは言わないわけじゃないですかある程度教育を受けた人じゃないそういう人たちが年代にに入入ってスウェーデンすするんでよそうするとクルド系の知識人というのがスウェーデンについてそしてクルド人の言語だとか歴史とか文化というのはこれがトルコでは言えないですから。 スウェーデンで発信し始めるんです。 なるほどそういうい流れなんですねそ,うそれで、はい、クルド問題について取り上げた雑誌が1 8 7 0年代ぐらいから出始めると、うん、でいわゆるそ,のそれまでうやむやにトルコ人ってう括りに入れてたんだけどいや俺たちはトルコのトルコ人じゃないんだとクルド人なんだとクルド人はこういう伝統や民族文化があって言語も別に独立があって、うん、あのクルド人としての誇りを取り戻そうみたいなことをやって、はい、徐々に民族主義が覚醒していくわけですよ。おなるほどで8年の軍事クーデターで膨大な数のクルド人がスウェーデンに逃げる、はい、その多くはやっぱり文化 文化人なんです、ねはい、軍事クーデターなんかでやっぱり逃げない文化人であったり知識人ですよ。うん、でそうするとそれに対してスウェーデンがそれを受け入れる、はい、受け入れるだけじゃなくて実はスウェーデンというのが今これは逆にその大,き大,き大幅に見直しが図られてますけれども、うん、いわゆるマイノリティに対して手厚いい支援ととうことをやったわけですね。うんはい、でそのマイノリティの特にマイノリティ言語に対する支援で出版女性なんかをやったわけです。 そうするとクルド語の,の情報発信っていうのはスウェーデンが一大拠点になるんですよ。うん、な,なるほど <laughs> ますますトルコから見ると気に入られてなるわけですよ、ね、<laughs> 要するに反省を、はい、勝ってるってはい。巣、は、窟、い、になっと、まさにだからエルドアンが言ってるのはそういう意味なんですよ、はい、ああなるほどそういうことですねで実際2000年前後には大体クルド語の本が毎年40点から50点程度出るとそれ、はいうん、からその頃までに雑誌でも数百タイトル実は刊行されたというふうに推定されてるんですね、うん でさらにスウェーデンがクルド人にとって手厚かったのは何かっていうとです、ね、母語教育の問題があるんですよ、はい、で実は1985年からこれ別にクルドに限らないんですけれども基礎学校と修学前学校でスウェーデン語以外の言語を第一言語とし家庭ではスウェーデン語を使ってない児童生徒、うん、もしくはスウェ両親がスウェーデン語以外の言語を母語とする児童生徒。 要すするにスウェーデン語を話せない子供ですよね、うんで。家庭環境的にもスウェーデン語をほぼ使わないでいられるような子どもたちについては母語教育を受けていいですよと。うん、つまりだから例えばここで何でもいいけど日本人が行って日本人の両親が行ってあの日本語しかできなければじゃあ日本語学校を作って日本語学校行っていいですよと。うん で当然そういうクルド人がいっぱいいますからクルド語学校を作っていいですよっていうことになったわけです。はいはい、で実はそういうそれぞれの,あの移民だとか外国から来た移住者の世移民の1世2世ぐらいに対して母教育をややるるというのははこれ実結構やってるんですよ、うん、だから日本語学校だとか、はい、中国学校韓国語学校い,、はい、いろいろあるんだけれども、うん、ところがです、ね、西欧諸国の多くはトルコ共和国の建前でクルド人というのはあくまでもトルコ人の一部だという認識ですから。はい クルド人に対する教育っていうのは某教育っていうのはこれトルコ語でいいですよねと、うん、あなたたちトルコから来たトルコ元トルコ国民の、はい、トルコ出身の人なんだからトルコ語でいいじゃないですかってことで、うん、クルド語の枠なんか設けなかったわけです、うん、でこれに対してスウェーデンはク,クルド語での教育っていうのを認めたと、はい、あと例外はデンマークあるんですけど規模で言ったらスウェーデンが圧倒的に多い、うん、でそうするとスウェーデン社会に定着したクルド人が スウェーデン社会の一国そういう人たちで現在そういう人たち出てきて現在、はい、クルド系スウェーデン人って約10万人いると、うん、で彼らはクルド人でありスウェーデン人であるとアイデンティティで,で逆にそのスウェーデン社会と矛盾しない形でクルドの文化を発信するで、うん、クルドの自立を発信する,、うん、るでトルコでこれだけ人権侵害がやられてます、はい、ということを言うと。はい それがまたスウェーデンの,そのリベラルな人たちに受けるという形でますますそれを支援するという状況がずっとその連鎖で続いてたわけです、はい、でさらにそれがスウェーデンにいきなりとどまっていればよかったよかったというかそれほど摩擦も大きくならなかったのが1990年代半ばから2000年頃にかけて衛星テレビが出てきてこれで一挙に拡散するわけですよ、うんうん、それまでの知識人の人が雑誌だとかそういう論説を発表するっていうのはなお文字なんか読まない人も,もうずいたと、ええ、これが衛星放送で、はい、音声で言っちゃえばそれ伝わりますから、はい で映像でクルドの,その文化はこうですクルドはこうですでこれが今トルコに押さえつけられてますみたいなことを、うん、スウェーデンが発信元になってスウェーデンだけじゃないですけどスウェーデンが一大発信地になってそれを言ってると、うん、これはエルドアンから言ったらこいつらとんでもないよそうなりますよ、ね。<laughs> エルドアンから見ればよまあいろんな見方があるという話ですよね,ねそう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 、はい、だからそれをやめさせるって話なんです、はい だからスウェーデンとフィンランド特にまあフィンランドもまあそういう結構あるんですがスウェーデンが特にそういう一大中心地になってたんで、うん、これをなんとか引っ張らしたいよねなるほど。これが言ってみればエルドアンにしてみると目の上の単国なんですよ。うん、でこれをなんとかあの引きずり下ろ,したこと下ろすことによってあの海外の,そのクルド人の拠点といっても潰したいと。うん、ではっきり言ってこれ何にもなければできないですね。内政干渉になりますから抗議はしていても気に入らないといってもそれ以上できなかったのが。はい NATO に入りたいよねと、うん、今入んないとロシアがまずいよねというところでこれを一番高く売りつけて買わせたわけです。うんうん、なるほどそれに成功したと。これスウェーデン側の,そのクルドの人たちはどんなこと言ってるんですかいや大パニックですよはい 大パニックでスウェーデンのクルド系のです、ねうん、国会議員で,です、ね、アミネカ、えーカカバベ・カカバベっていう人がいるんですけど、うん、こ,のこの人は6月28日にスウェーデンとフィンランドがトルコと覚書をやった時に、うん、政府は NATO 加盟のために全て売り渡した悲劇の日だと言ってですね、うん、やっっぱ怒ってるんですねで、はい、俺たちを売り渡してスウェーデンはロシアに対するあの安全保障を確保したのかみたいなことを、うん、クルド系の人みんな怒りまくって怒ったり泣いたりして、うん、これからどうなるんだろうと。でテロリストトと認定さされて身柄をトルコなんかに引き渡 まあそうですよねスウェーデンから送るって話の手続きを加速化させるってことなんですよね。<laughs> ですから今まではもう純粋にその犯罪者、はい、実際に爆弾をやったり実際トルコ国内で、はいあのー、PKK が絡んだと見られる爆破事件とか、うん、いろんなテロ事件が起きてますから、はい、でそれの証拠があるかどうかわかんないですけどトルコ当局から、うん、いや 犯人を引き渡すみたいなこと少なくともその事業聴取はさせろみたいなことを言われたときに、うん、ちゃんと引き渡しますよという風に今回言っちゃったわけです、うん、今までは証拠がないからそれは人権がとか言ってたのを、はい、いやちゃんと引き渡しますよという,ふうに言っちゃったです、うん、やっぱ自分たちがまずくなると人権がとか言わなくなるんですねヨーロッパ人はねそういうことです、はい、だから言ってみればこれはその完全にその外交的に言うとトルコがもう一人勝ち、うん、完全一人勝ち、うん、で言ってみれば来年2023年というのがトルコ共和国建国100年でこの年に エルドアンはやっぱり大統領選選挙に再選する、うん、この大統領選挙に再選するというのは何度もこの番組では申し上げましたけれども、うん、エルドアンが目指しているのは1923年にトルコ共和国をたケったムスタファ・ケマル、うん、ケマルパン、うん、ケマルアタテールクを超えたいんですよ。はい、だからそれを超える新オスマン主義というのを言ってるのを、うん、着々とその布石を打って少なくとも経済からメタめたんですけれども、はい、あのナゴルノ・カラバフもそうそれ、うん、から今回のこれもそうそういう意味では着々と彼はそういう意味では布石を打ってきてると。うん いうことなんですね。だからこの辺はちょっとやっぱりあのそのトルコ目線での解説っていうのは NATO の話を、うん、あのー、もうちょっとあってもいいかなという気がしてちょっと補足をしてみたと、うん、そういう話です。なるほど。まああの話を内容がなかなかここまで深くいかないとなんでそのフィンランドとスウェーデンの壁にずっとトルコを反対してたのかってよくわかんないですもんね。だから接点がないように見えちゃうんですよね。うん、ね単純にあのスウェーデンは人権国家だからあの。 えー、トルコの中のクルド人の人権侵害について言ってるのかなと思ったんですけどだから実際特にそのやっぱりあの左翼活動家みたいな人たちがスウェーデンにだいぶ逃れましたからね一時やっぱりスウェーデンの,そのリベラルな雰囲気っていうので、うん、まあこれ別にクルドだけじゃなくていろんな人が行きましたから,、はい、から逆に言うと今後それがいろんな形でスウェーデン国家にとって火種になりかねないんですよねスウェーデン信用なくしますよね。 そうだから当然今度は逆にそのリベラル側からスウェーデンは信用なくすと、はいうん、だからそうすると安全保障のために言ってみればリベラル系の人たちから見ると、うん、そのトルコのね、うん、エルドアン以前からのトルコのその圧政に立つして戦っている民主派の党首をスウェーデンが売り渡したんだと、うん、もはやリベラルを裏切ったスウェーデンって多分そういうレッテルを貼られちゃうわけですよそうですよねはい。うん、だから、ね、どっちに転んでもスウェーデンはとにかくもう今もう必死になってとにかく NATO に入らないことには俺たちも生きるのもと、はい。 焦りまくってますからやっぱり完全に足元見られちゃったという,うですねうんうん、うん、やっぱりですねあの人間は、えー、危機迫った時にですね普段何を言ってたとしても本性が出るんだという <laughs>、えー、そういうありがたいお話をですね <laughs> 今日内藤先生からあしていただいたということで、はいえー、本日もありがとうございましたありがとうございまし日本には近代政党が必要だ近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならないまっ 全くこれまでと違った局面に直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか実は、チャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。